ブラジルナッツは、下がりナカの高木、または、ナッツとして食用にされるその種子である。ブラジルナッツの果実を割ったところブラジルナッツの木は、ブラジル、ベネズエラ、ギアナなどアマゾン川流域周辺の熱帯ウリン原産の高木である。ブラジルナッツ属の唯一種。属名は、フランスの科学者、クロード・ルイ・ベルトレイに、懸命されている。非常に大きく、高さ50メートル。 幹の直径2メートルに及ぶ。葉は長さ20から50センチメートル、幅9から15センチメートルほどの楕円型で、誤生し、寒気には落葉する。花は白色で、計3センチメートルほど、多数が塩水過剰なす。ブラジルナッツの10個は特殊な鉢によって行われ、またこれらの鉢は特定の卵において繁殖する。したがって、 ブラジルナッツはこれらの生物と共生しているということができる。果実は成熟に14ヶ月を要する。果実は直径10から15センチメートルの休憩の果てで、厚い殻の中に10から20個ほどの長さ4から5センチメートルの三角水状の種子が放射状に詰まっている。先端に穴があるが自然に割れることはない。自然界ではアグーチなど、 大型月種類がかじって破り、中の種子を食べ、一部の種子を埋めるなどの行動により、ブラジルナッツは繁殖する。殻を取り除いた、ブラジルナッツの種子ブラジルナッツの種子は、マカダミアナッツと同様に味が濃く、先住民により、古くから食用にされてきた。油脂分が70%と油を多量に含むため、燃料用にもされ、果実の殻は容器として用いられた。 成熟した実の長さは2 5トルに及び、ナッツ類の中では特に大きくアーモンドの2倍の重さとなる。カロリーが高く、大きめのブラジルナッツの実は卵1個分のカロリーに匹敵する。脂質のうち約25%が飽和脂肪酸、約40%が一家不飽和脂肪酸で、残りがオメガマイナス6脂肪酸などの高、不飽和脂肪酸である。 高不法は脂肪酸が多いため産廃しやすい。食物繊維も多く、ビタミン類はチアミンとビタミン E が特に多い。マグネシウムや亜鉛も多く、セレンに至っては一粒で 75g ほどになり、1日の推奨摂取量25から 30G を大きく超えている。セレンの1日あたり上限摂取量は350から 450g で、 8 0 0ム以上摂取すると中毒を起こす可能性があるため摂取量には注意が必要。殻には肝臓癌の原因となるアフラトキシンを高濃度に含むため欧州連合ではブラジル産の殻付きブラジルナッツの輸入を規制している。殻の重さは約5ラムあり落下した殻が頭に直撃すると致命傷を負う危険がある。そのため 収穫作業中は保護用の盾を使用し身を守る。蒸気の強制関係により、ブラジルナッツは生育場所が限られるため、幸いによる生産は困難であり、多くを採集に頼っているが、アマゾンの開発とともに伐採が進み、生産量が急激に落ち込んできている。現在は、ボリビアの生産量が第一位となっている。ありがとうございます。